冒頭総理から冒頭発言を。東京電力に対しては原子力規制委員会の認可を受けた計画に基づき、速やかに海洋放出開始に向けた準備を進めるよう求め、具体的な放出時期については気象解消条件に支障がなければ8月24日を見込みます。人間のあいつって100年だと長いのかんですけど、地球上から考えたら100年だってビビったのもんだ。ここの地球は 何億年前からこの存在してんだよ。海をバカして分かんねえよ。海は人間のものでないよ。魚の住みかだよ。原発の処理のこのさまざまな判断が、県民というか市民というか被災者の方たちがこう中心にこういるように思えないですよね。その安全性とかまさにその決定プロセスがわからないん で実際に今その問題は政府というか政治家というか、まあ、東電というんですか、その、まあ、市民なしの、まあ、企業と政治判断がその決定プロセスをこう、何でしょうが、まあ、乖離させてるんですかね。双葉町に住んでいた人が戻ってくるっていうことが一番難しい課題だと思います。ようやく去年から住むことができるようになって、まあ本当にまだまだ今は復興の途上の時なので、やっぱり生活するにはスーパーもないですし、今まで当たり前と思っていた生活がなかなかしづらいですし、やはりそういう意味でも難しいと思います。飲食をしているとどうしても風評被害っていうのが非常にのしかかってくる。せっかく福島にもいっぱいおいしいものがあって、ようやくそういう風評被害が少しずつ薄くなってきている中でまたこうなるってことはちょっと心配はあります。でさらに世界のトリチウム水と福島のトリチウム水の大きな違いは、福島のトリチウム水は原子炉のデブリを触れてる汚染水ですよね。そこの大きな違いをこう知らされないで、まあ、処理水だけうまくできてるような、その、まあ、情報だけがこう一人歩きして、だから日本だけでこれは決められないですよね。